さんどうもこんにちは。昨日久しぶりに腹筋したら全然できなくて体力の衰えを痛感したうぷ主のミート。体力には自信があるマリサと、金感情には自信がある霊夢です。今体力の話の流れなのになんで金感情出てきた？ということで今回はいつもの3人で楽しくマリオメーカーの実況をしていきたいと思います。最近全然新しいコースをうぷ主が作らなくて楽しみにしてくださっている皆さんすいません。ちょっとバタバタしちゃってて、また落ち着いたら作ろうと思いますので、その際は遊んでいただけたら嬉しいです。それじゃあ早速やっていくぜ。パナイノー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 。私にも言わせろよ。最初はドーナッツだらけのダッシュ全自動コースです。なんか無性にドーナッツ食べたくなってきた。マリオさんもドーナッツが早く食べたくて急いでダッシュしているよ。別にドーナッツが食べたくて走ってるわけではないだろ。ポンデリング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 。ドーナッツが食べたくて走ってた。ドーナッツっていうのは時に人を狂わせるんだよ。こんな風にね。えへへ、世界の全てがドーナッツに見える。誰かこいつの目を覚ましてやってくれ。このコースちょっと今はわからないんだけど、しのぶちゃんのドット絵が書いてあってすごい可愛かったよ。ドット絵だけじゃなくてコースもすごいぜ。全自動ってこのドキドキ感がすごくいいよね。まるで命がけのギャンブルみたいな。そこまでじゃねえだろ。前にちょっと全自動を作ってみようと思って、こういう風にテレサ出したんだけど、見事に当たりまくって全然ダメだったよ。そうなるよな。お次はこのコース。裏技。一体どんな裏技なんだ？アイテムを持ちながらスピンジャンプか。うぷ主、私実はできるわよ。アイテム持ちながらスピンジャンプか。なんで不正解なのよ。これは裏技じゃないからダメでーす。たまたま霊夢ができちゃったけど、もっと簡単にできる方法があるはずだぜ。じゃあ次は私が裏技を見つけよう。裏技を見つけるなんてそうそう簡単なことじゃないよ。確かに裏技って言うん。裏技できちゃったー。あ、できちゃったよ。ここからスピンジャンプをすればいいのかな。勝手にピースイッチが自分で向こう側に向かってるぜ。確実に私の技術の方が上なのになんだろうこの負けた感じ。ここで踏まないように気をつけて。あっという間についちまったな。くぅ、この勝負はうぷ主の勝ちね。霊夢よ、裏技を極めるものはゲームを制すのだよ。何言ってんだ、たまたま見つけただけだろ。うぷ主はクッパ並みに調子に乗るからね。おお、マリオコラ俺様がすぐ調子に乗るみたい。お次はこのコース。金はないけど、美貌はある。何言ってんだろう。きえーマリオー、待て待て待てー。イエーイ。イエーイじゃねえよ、どうすんだよこれ。スターがないけどバネがあるってこういうことなのね。これでなんとか無事に終わります。ちゃんとバネを使わないとダメだぜ。あの大群が過ぎ去るまでバネと雲のところにいないと。マリオどこだー、ピーチ姫やるから出てこーい。5万あげるから出てこーい。マジか、ピーチよりも金かよ。マリサ、お金は愛さえも変えてしまうっていうじゃない。恐ろしいわよね、お金って。全く恐ろしいなんて思ってねえ顔だぞ。ていていてていて、てれてれー。てれてれていて、てれれてーって。あれ、おかしいな。ゴール音楽なったのにゴールできてない。あれのどこがゴール音楽なんだよ。あ、ようやくちゃんとゴールできた。こういう短いけど一筋縄じゃいかないコースってできた後の喜びが大きいよな。って。お次はこのコース。ブロックの中での決戦か。久しいな。初めてだろ。うわぁ、見事にマリオが壁に埋まってる。このファイアバー地獄をうまく切り抜けるのよ。ひたすらジャンプボタン連打だぜ。ちょっと連打が遅かったみたい。そんなうぷ主のために裏技を教えよう。まさかここでも、普通に当たってるししかも真上に進むより早く当たってんじゃねえか。裏技なんて幻だったのか。ここは正々堂々と真上に自分の指の筋力だけで登り切ってやる。お、いいぞいいぞ、まだ余裕はあるぜ。あれれ、おかしいな、登って終わりじゃないのか。貸しなさい、私が突破してあげる。ほらー、高速ボタン連打ー。すごい、すごすぎる。体全体を使った高速ボタン連打。しかもバーに当たらないように正確な操作で一気にゴールしやがったぜ。ふぅ、いい汗かいた。これがやりたかっただけなんじゃ。イエス。ハイヒールのかかとで踏まれたことある。満員電車で、お前電車乗るのか。今回はそんなハイヒールでクッパを踏みたいと思います。ただの拷問じゃねえか。いってー、ハイヒール痛すぎだろ、バカじゃないの。ピーチならまだしもなんでこんなヒデの野郎に、痛すいません。ピーチ姫ならいいみたいです。ネタでもこいつにはドン引きだな。おー、ピーチ踏んでくれー。オッケー。だからお前じゃねえよ。踏んで喜ぶのは誰でもいいわけではない、と、なことメモしなくていいわ。まだハイヒールで踏まれたことがない皆さん、すごく痛いので気をつけてくださいね。何の警告だよ。続いてもネタコースです。カッコつけて登場したわいいが着地失敗で HP が。はっはっは、マリオ、さっきはよくも踏んでくれたな。一体どこからクッパの声が。今度こそお前をひねり潰してやる。ワンパン。落下ダメージを食らったクッパの HP はこんな感じだったんだろうね。どんだけ落下ダメージでかいんだよ。
クッパの体重がおよそ200キロと言われているから相当な負荷が体にかかったんだろうね。とわあ、マグマが衝撃を吸収してくれた。骨になっただろうけどな。ああ、俺様の体が骨に。わざわざ出てこなくていいわ。クッパの炎って意外と厄介だよね。うんうん、クッパ本体よりも厄介。ははは、は、マリオまた会ったな。こっちだって会いたくて会ってるんじゃないんだ。仕事だよ仕事、わかる。そんな冷めたこと言うなよ。お前は寂しがり屋か。ちょっとクッパがありえない量の火の玉を増えてる。これ火の玉ってレベルじゃないよもう。どうだマリオすげえだろ、やばいだろ。スターは震えて前から言っていたろう。俺様の超火力でもつかねえってもはやチートだろチート。クッパ様そろそろ限界です。誰だ、クッパの他に誰かいるのか。もうクッパ様の重さに耐えきれません。もうちょっと我慢してくれ頼む。かわいそうだから終わろう。え、ちょ。ああ、こいつ大量のパックン使って炎かさ増ししてやがったー。すいません、こんな出来心でつい。ズルは良くないよ、ズルは。マリオさんもバリバリスター使ってますけどね。クッパの足から煙。クッパも色々とできるようになったもんだぜ。どんどん進化しているよね。もうこの時点から煙が見えるんだけど。よマリオまた会ったな。何してんの。何してんだろう俺様。よく漫画とかアニメであるよね。走ってる時にこういう煙出ることって。キーン、クッパお前実は。ちゃんだったのか。だって、なわけあるか。まさかのノリツッコミ。止めてー、誰か止めてー。止めた方にはなんと俺様のサイン色紙をプレゼント。いらね。じゃあ、手形もつけちゃう。いらね。もうわかった、足跡もつけ。いらね。助けてー、止めてー。しょうがない、かわいそうだから止めてあげよう。あ、おい何俺様に当たってんだよ。お前がそこにいるからだろ。意外とこのクッパが先に行かせないように邪魔してて大変だよ。出た、この先の追加ギミック。でも幸い下側を向いているから何事もなくてよかったよ。この先のマグマがどれだけ続いているか。ギリギリ助走で飛び乗ったぜ。クッパこれで君は止まったぞ。8000ポイントになって無事に止まっただろうよ。それなら動いてた方がマシだろ。それじゃあ今回最後のコースをやっていくよ。全自動のコースか。こっちは脱出しないコースだね。うわぁ、またとんでもねえコースだぜ。マリオがどこにいるのかもわからないし、字幕も完全に背景と同化してわかんなくなってるよ。あ、いたいた。このコースは短いけど、かなり入り組んでるね。大量のテレサはマリオに触りたいのに触れないもどかしさでイライラしているだろうよ。うぷ主、まずはテレサ一体に触られないような全自動から作り始めなさい。すげえしょぼい全自動だな。なんとクッパジュニアが進化してしまうコースです。進化ってまさか。まあ、そう予想がつくよな。クッパジュニア可愛いねー。見てろよマリオ。今にお前を倒してやる。めんどくさくなりそうだ。はっはー、まあ、いいこと。さっきの可愛かったジュニアはもういないのか。今も可愛いだろうが。はっはっは、これでマリオを倒せるぞ。あ、ちょ待ってまだ行かないでー。時には進化をしない方がいい時もあるよね。うん、今改めて思ったよ。お前ら散々言うな。上ボタンを押したままの半自動コースだって。どんな小ネタがあるのかな?うわぁ、なんだこれ。一気にツタを駆け上ったよ。あんなに早くツタを登ることができるんだね。マリオ、魚だぞ、毒ある魚だぞ。それは危ない、こうしてやる。うわぁ、やめてやれー。よよよー。やかましいわ。あれどういう仕組みで魚が倒されているんだろうね。マリオが早食いをしたんだよ。なんで毒あるって言ってたのに食ってんだよ。キラー砲台の上でしゃがむと恐ろしいことが起こるって。クッパが爆破するのかな。大事故じゃねえか。ちょっと試してみようか。何が起こるのかな。おい、これってもしかして進めねえのか。ちょっと待って落ち着こう。全然動けないわ。え、マリオさん動けないの。やだー、どうしましょう。ごめんねー、俺様そんな狭い隙間じゃ助けに行けないんだ。ほほ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 。何がおほほほほだ。うわあ、すいませんでしたー。散々煽ったくせに逃げるの早いなあいつ。マリオさんを怒らせるのは怖いからやめよう。倍にして返されるわよ。これはシュートって読むのかな。全く名前だけじゃどんなコースなのかわからないね。こんなコースでしたー。よし、帰るか。待て待て待てー。なんかさー、俺様たちここに閉じ込められちまったんだよ。よかったな。よかねえよ。最近クッパのツッコミのキレが良くなってるなー。お、ツッコミ界の大御所が褒めている。やったぜ。ああ、せっかく登ったのに顔。なんで閉じ込められてるはずなのに顔に触ると当たり判定出るんだ。イケメンだからじゃない。顔がでかいからだろ。おーい。マリサやばいよ。おーいって突っ込んできたよ。別にやばくはないだろ。ちょっとこのコース難しいね。クッパの顔さえなければいいんだけどねー。それじゃあただの壁キックだろ。あ、空になったよ。綺麗に掃除ができてよかったよかった。続いては視聴者さんが作ってくださったコースに挑戦するよ。試練って書いてあったぜ。もうこの時点で難しそうなのが伝わってくるね。私はこの試練乗り切ってやるぜ。勢いだけはいいんだよなー。勢いだけは。悲しいことに技術がついていってないんだよね。
二人とも、技術っていうのは後から自然についてくるもんだよ。あと20年後くらいにね。よし、見てろ華麗な壁キックで。偶然だろ。ちょっとクッパ様思いですって。なこと言ったって踊るしかねえんだよ。楽しそうで何よりだ。全然楽しくねえよ。ちょっとこのクッパは救出できないから放置しますね。どのクッパも救出できないだろ。あ、前方から火の玉だ。まだクッパがいるんだぜ。あー、トゲトゲー。うわ、ギリッギリだな。今の確実に潰されると思った。ヒヤヒヤするわね。おいマリオ、よく来たな。クッパ、君なんで浮いてるの？なんでだろう。自分でもわかってないのかよ。うわ、チョコレはやばい。めちゃくちゃ追い込まれてるじゃない。このコースはいかに無敵モードをうまく使えるかだと思うんですよね。さすが10回目でようやく最初にやられたところまで戻せたウプ主。それかっこ悪いから言わないでー。あとはヨッシーとかメットとかマリオの残機をどこまで残して進めるかだな。とりあえずメットのおかげでこのトゲトゲゾーンは回避できたね。でもマグマに落ちたら一発でアウトだからそこら辺は慎重にね。了解了解、多分もうすぐゴールだね。マリオちゃーん。おいなんか今声がしなかったか。気のせい気のせい。気のせいじゃねえよ。クッパ、しつこい。俺様はレギュラー化してんだよ。クッパめ、せっかくのトゲコーラを。大丈夫、トゲコーラは無限に出てくるから。ヨッシーが待っててくれてるよ。それじゃあさっさとゴールしないとな。そう簡単にさせるか。くらえ。さあ、いてー。マリオさん調子に乗ったこと言ってすいませんでしたー。なんかこっちまで足の裏が痛くなってきたぜ。ちょ、どこまで行くのー。そろそろあったからゴールするか。トゲ様で散々遊んでおいてー。残念だったなマリオ、今回は翼があり、ちょなんで落ちるのー。いくら翼があってもな、システムにはかなわないんだよ。やめてー、夢を壊さないでー。続いてのコースはこのコース。皆さん、クッパ様はレギュラーですよ。いつからレギュラーになった。さあサクッと8000ポイントにしてやりますか。サクッとお願いします。はっはっは、そんな簡単に8000ポイントになってたまるか。きたー、ない。ははははは、俺様すごい、このトゲトゲつかないぞ。ねえマリオ俺様このトゲトゲつかない、すごくない？え、やば。この亀うるさくない？うるさい。うん、うるさい。ってことで早くポイントにしよう。そうはさせるかー。ちょっとごめんよー。あー、3体合わせて24000ポイントー。大丈夫だ、また次のコースで復活してるから。スターの破壊力は半端じゃないからね。時には男女の仲さえも、スターで壊せるのかよ。じゃあ、スターが来るぞー。ちょ、なんでみんな後腐りしてんだ。俺様はしてねえぞ。クッパは堂々とやられるスタイルだから。スターが来ようが何が来ようが受け止める包容力すごいね。後ろが壁で下がれなかっただけだろ。壁ー。やっぱりスターはスカッとするね。その後彼らを見た者は、誰もいないという。なんだか不気味なコース名だね。すげえ重たい特にクッパ様。お前ら我慢しろ、マリオに勝ちたくないのか。どっから顔出してんだよ。わぁ、このままじゃゴールされちゃう。それはまずいぞーん。ドラー倒す相手間違ってるわーい。お前ら焦りすぎだ。わぁ、綺麗なワンナップ。大掃除完了。何か悩み事がある人もみんなで踊れば楽しくなるよ。レッツダンス。ダハハハハハ、楽しい。お父さん恥ずかしいからやめて。何を言う息子よ。さようなら。あ、ちょマリオ待てー。子供にまでお父さん恥ずかしいからやめてって言われてたぜ。もうジュニアも思春期なんだよ。そのうちジュニアじゃなくてジュニアさんだろとか言い出すよ。クッパ子育て頑張れよ。続いては早すぎてゴールしても反応しないコースをやっていくよ。ゴールが反応しないってひどいね。声が小さすぎて反応してもらえないウプ主と同じだな。同じじゃないでしょ。確かにゴールポスト突っ切ったのにゴール判定されないよ。ゴールもマリオが触ったことに気がついてなかったんだね。この要領でクッパも退治できないかな。悪用しようとしてやがる。皆さん覚えていますかこのコース。クッパがアホみたいに踊るコースでしょ。誰がアホだ。うおーマリオー。俺様と一緒に踊ろうぜー。ダッハッハッハ楽しすぎかよー。こいつ、いつもうるさいね。賑やかだって言ってくれよー。真ん中のが一番うるさいね。うえー。手遅れな感じだね。俺様を倒せるもんなら倒しているんだな。え、嘘でしょ、マジでやる奴がいるかー。クッパ、俺はいつだって本気なんだ、勝負も恋も、な。やかましいわ。走って飛べばいいのね、任せなさい。どこからその自信が湧いてくるんだよ。お姉ちゃん急いで、これ20秒マリオだよ。行くぞ行くぞ行くぞー。うわ、これ少しでもタイミングミスったらマグマダイブだぜ。マリオマグマに落ちろどん。ウプ主操作ミスるなよ。もちろんですよ。マリオカモーン。誰がスターで突っ込めと。クッパ、寝落ちご苦労様。今日もマグマ温泉はあったけー。ポジティブの塊ですか。毎回体張ってるよな。心臓が弱い方は気をつけてください。え、そんなヤバいコースなのか。かなりヤバいよ。達
確かにヤバい声が聞こえたね。あの声は出落ちの達人の声だよ。早速本日2度目の出落ちかよ。うわあ怖すぎる。クッパ様によくも出落ちの達人なんて。その通りだよマリオ。お前らまで。オイラたちはクッパ様と違って逃げられるんだよ。あいつらこの絶対的な斧から逃げられるってすげえな。クッパは羽つけてもクラウンに乗ってても落ちるからね。この斧はクッパ必殺の斧じゃない。誰だこんなもん作ったの。任天堂だよ。お次はグネグネクッパ。グネグネクッパ、なんか気持ち悪いな。きっと骨がバキバキになって体がグネグネになったんですよ。それなんてグロゲーだよ。クッパの体ってなんかプニプニしてそうだけどさ、マリオさん実際のところどうなの。ね、ぐっちゃぐちゃのドッドドロだよ。何それ究極に気持ち悪いじゃねえか。スター状態じゃないときってクッパに触るとダメージ食らうじゃない。うん、あれってなんで食らうのか疑問に思ってたのよね。あのダメージは僕の精神的ダメージなんだ。まさかの精神的ダメージが肉体にまで影響してたのか。この話を聞いてきっと今頃すごい怒ってるだろうよ。マリオくん。噂をすればマリオくんじゃなくてマリオさんだろ。マリオさん。何言われた通りにしてんだよ。お見かけ絶妙。まぐまだお湯に感じるってどんな皮膚してるのよ。で、クッパは何が言いたかったんだろう。あいつが言いたがってたやつじゃないよ。まだ必ずいる。え、さっきのクッパの他にもいるのか。もちろんだよ。マリオめ俺様の体が汚いなんて嫌がって。一言も言ってねえよ。俺様はなーってギナギナじゃねえか。なんだこれどうなってやがる。マリオがクラクラしているせいでクッパまで歪んで見えるぜ。あ。ちょ、顎めっちゃしゃくれてんじゃん。笑いすぎて払いぜ。実長、俺様のハンサムフェイスだー。顔だけじゃなくて体もしっかり歪んでたわよ。なんだかこの部屋入ってからめまいが。もう大丈夫、元凶がいなくなったから治るよ。クッパが元凶ってことはあいつ自分からしゃくれてたのか。俺様がすっこのんでしゃくれるかー。大量のブラックパックンはパウ1個じゃ倒しきれないんじゃない。まあ普通に考えたら無理だよな。でも私はやってやりますよ。僕たちは最強だよ。こうしてやる。ちょっとウプ主一体しか倒せてないじゃん。そりゃあ1個のパウだからね。必ず攻略法があるはずなんだけどな。ちょっと君たちどうやって攻略するのか教えてよ。担当直入。ダメだよ、教えたらクッパ様に怒られるんだ。大丈夫、クッパならさっき片付けてきたから。何が大丈夫なんだよ。それなら教えてあげるよ。教えてくれんのか。わかったぞ、ついにわかってしまった。そうそう、そう抜けるんだよ。カンニングもいいところだぜ。ありがとう、また何かあったらよろしく。こうしてまた一種類のクッパ軍団がマリオ側についたのであった。クッパ軍団の崩壊も待ったなしね。おい、クッパマグマに使ってる場合じゃねえぞ。お次は走れ、わかったな。止まるなよ、いいなってコースです。皆さん嘘ですよ。あれ、10秒でも20秒でもないのに走る。なるほど、これは私が得意中の得意。スターダッシュ略してスタダじゃないか。どこぞのコーヒー屋に怒られるわよ。マリオ、さっきはよくも今回もよくも。でも一体倒したんだから結局全部倒される。クッパを倒すとスルッとするんだよね。完全にあいつサンドバッグじゃねえか。今ならこの胴体バラバラ虫も怖くないぞ。呼び方が怖いわよ。このマリオワールドでスターを大量に使ってダッシュしたことがないから新鮮だぜ。あ、落ちちゃった。こんなに僕の操作が下手な人いないでしょ。マリオにまでそう言わせるほどひどいんだぜ。いやいやいや、何を言いますか。私だってグッとクッパはよく見ると思いますが、ベビークッパのダンスって見たことありますか。そう言われるとないかもだぜ。今回はベビークッパも一緒にダンスするコースだから早く見てみたいよ。ベビークッパは可愛いのに、どうしてクッパは。俺様だって超絶可愛いだろうが。とんだ地獄耳だぜ。このブーツを履いてダンスを見に行くのかしら。いや、このブーツをクッパに投げるんだよ。ブーって言いながらね。ブーイング用のブーツかよ。ああ、俺様のダンスは世界一だ。頼んでもいないのに歌まで歌ってるよ。それに俺様は世界一ハンサムん。この顔でハンサムだって。おい、なんでその場面持ってきてんだよ。決め顔の写真用意しろよ。さあどうですか、お得意のクッパ様ダンス。面白くない。わーん。クッパのダンスはいいから、ベビークッパはどこにいるんだ。あ、上にいるぞ。教えてくれたことには感謝するよ。ドン。待て、そっちはまだ早い。俺様たちにも踊らせろー。あ、いつもの癖で出落ちさせちゃった。20時間も待機してたのに。どんだけ待ってたんだよ。ひどい。あいつ頑張れば自力でマグマから出られるんじゃ。そういうと出てくるから黙っておこう。後ろ向きダッシュで流れ星になるマリオ。本当かしら。でも心が綺麗になりそうなコースっぽいな。さっきまで邪悪な亀の相手を散々していたからね。キラーキラー光る夜空のマリオ。マリオの歌唱力壊滅的だな。ちょ、お姉ちゃんが白目向いてる。なんだって、クッパジュニアが壊れた。父親ならわかるけどな。どうしたんだろう。暗いマリオを父さんに教わった必殺技だ。なんだこいつら、うるさいでっていう。こうしてやる。
うわー気持ち悪。何これちょ止めてー。あのバカ親父何が必殺技だ。永久にでっていうの頭で回転させられるだけじゃないかー。かわいそうに後でクッパを懲らしめておくね。マリオさんはだーす。子供までマリオ側についてんじゃねえか。マリオの世界でも弱肉強食ね。なんかクッパを応援したくなってくるよ。今度会ったらねぎらいの言葉でもかけてやるか。ドッスンの針が当たってない。ちょっとでも触れるとダメなのにね。この前やったゴールポストみたいな感じかもな。うわ、めっちゃマリオさんドッスンの上を歩いてる。あれ、おかしいぞ。ダメージ食らってない。明らかに針が出ているのに不思議だぜ。これでドッスンは怖くないね。怖くないのはここのコース限定よ。クッパにもこの状態で踏めるようになればいいのに。それじゃあその辺の敵と同じだよ。ついにマリオはヨッシーまで。これで本当に主人公なの。期待かってどういうことなんだろう。うわーすげえ量の卵だぜ。卵が消えた。うわ本当だ。どうなっているんだこれ。おいマリオ、これどうやってるんだよ。それが僕もさっぱり。制作者さんにどうなっているのか聞きたいね。マリオの実験って名前なのに設定ぶち壊すなよ。仕組みはわからないけど本当に煙になって消えちゃってるよ。不思議なコースだったわね。まだまだ私たちが知らない仕掛けがたくさんあるぜ。今回最後のコースはこちら。うっすらとクッパが見える。ちょホラーじゃないのこれ。あれおかしいな。クッパ様どこにもいないよ。わはは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 は。どうだマリオ、うっすら見えてるだろう。何も見えなかったわ。さっきまでクッパのこと慰めてやろうって気持ちだったけど、一瞬でその気持ちがなくなったぜ。でもなんか頑張ってほしいね。うん、もうちょっと真剣にね。あ、レイムー。ドッカーン。あいつは狐を感知する爆弾か何かか。行くぞボムヘイどもー。うわーあのクッパ様も恐れるマリオが来たぞー。あはははは、これこれー、どうじゃどうじゃ。このドSにはもってこいなコースだな。道を作らなくても勝手に作ってくれるってすごい便利だね。あ、こいつは落ちなくていいってところで落ちるからボムヘイ見習った方がいいな。ボムヘイのみんなごめんよ。下手くそなウプ主のせいでもう一回だ。またかよ、ウプ主こらー。効果音を文字にせんでいいわ。あーマリオ頑張って落ちちゃうよ。マリオさん負けないでー。疲れちゃった。最後何諦めてんだよ。騙されることにはかなり自信があるよ。お前イカモになるぞ。騙されるコースかな。あ、青ドクロくんがいる。そっちかよ。こんなことだろうと最初から思ってましたよ。わかりやすい嘘だな。でもこれくらいならマリオさん飛べるでしょ。そうだ、行けマリオさん。届かねえよ。あ、惜しかった。次でいけるよ。次は騙されないで真横に進むドクロ使うんだよ。このドクロめ純粋な霊夢ちゃんを騙すなんて。純粋、何のことだ。私は純粋の塊そのものだね。お前はただのバカ。続いては意味がわかると怖いコース。意味がわからなければ怖くないのか。よかった。いやでもわからせてやるぜ。見た感じ何の変哲もないコースだね。あ、これもしかして、やっぱり隠しブロックか。これじゃあゴールにたどり着けないよね。出せ、出してくれー。落ちてー。はい出してあげたよ。最初からやり直しただけじゃねえか。ああ、葉っぱがすごいみずみずしい。気づくとこそこじゃねえよ。なんだよみずみずしいって。隠しブロックがあるから上には進めねえはずなんだよ。それなのになぜか登っているってことね。なんで登れるはずがないのに登れているの。僕はそんな常識を覆すことができるんだ。なんかマリオが言うとマジに聞こえるから怖いな。俺様もできるぞ。クッパはできねえな。おい、ねえちょっと何か言ってよ。さあやっていきましょう。飛びすぎでしょってマリオのことか。いや僕じゃないよ。マリオー。もしかしてあの胴体バラバラ虫。気持ち悪い呼び方だな。ドワー。あの虫野郎が飛んでいくんだよ。ケンカロッロ。お客様逆もあります。あの虫飛ばされるために外に出てきているみたいなもんね。かわいそうだからポイントにしてあげようか。ポイントにしたってかわいそうだろうが。この無限ぶっ飛ばし装置をクッパもやってくれないかな。絶対やらないぞ。そもそも俺様は土管からは出てこないんだよ。ガッハ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 。あいついつもどこで聞いてんだよ。それなら僕が土管に詰めてやる。あ、逃げてった。行け、クッパ、火炎放射だ。ファイヤー。捨てられたポケモンぜ。ははははは、面白い。マダオじゃねえか。マリオちゃんいらっしゃい。俺様超効果力になったのだ。おい今なら嘘ついたこと許してやる。ファイアーパックンの力を借りました。すいませーん。マリオにビビりすぎだろ。くっそー、マリオね、なんでこの強化力が通じないんだ。まあ、大量のキノコは関係ないだろうね。大量のキノコのおかげで効かねえんだよ。なに、それは本当か。それならキノコをやっさらってしまえばこっちのもんだ。オラオラ燃えろー。全然熱くないよ。嘘だろ、無敵かよ。みんな知ってることだわ。
ちょっとクッパ、もうクリアしちゃってもいいかな。ええー、もうちょっと視聴者の皆さんに俺様を見てもらいてよ。じゃあクッパまた会おう。と話聞いてた、聞いてなかったでしょ。ちょっと待って、待ってくださいよー。今夜クッパも大活躍、シュガーラッシュがやるからみんな見てね。え、マリオお前。あ。皆さん今の話は忘れてください。わざとじゃないんですってー、みんな見てー。普通下を押しても花火なんて打ち上がらないよね。あ、何か秘密があるのかもしれないぜ。え、ブラックパックンと砲台とパウブロックだけ。このマリオの花火って通過すると反応する仕組みだよな。ボタン操作で花火を打ち上げられるってすごいよね。すげえ、花火がマリオの操作で打ち上がってる。クッパもどうだい。え、俺様にも打ち上げさせてくれるのか。いや、打ち上げられてみない。バカ野郎。クッパ様も打ち上がっちゃえばいいのにねー。きっと今年は夏の夜空を彩ってくれるだろうよ。彩らねえよ。そんな、マリオの相棒のヨッシーが裏切り。一体どういうことなんだ。何か事情があるんだよ。あれ、でも普通のコースじゃない。まあ、パッと見た感じは普通だよな。うわぁ、ちょっとマリオさん、ヨッシーどこ行ったの。ヨッシーの裏切りの前にお前が裏切ってんじゃねえか。あいつどこ行った。このコースは本当はマリオがヨッシーに乗れると思って、下に落ちるけど実は乗れませんでした。バーカバーカってヨッシーが思うんだけど、思わぬハプニングで片方のヨッシーがマリオに消されちゃったんだよ。こんなこと普通起きねえよ。くぅ、マリオを裏切るはずが逆に裏切られた。そもそもなんで君が僕のことを裏切るの。おやつがいつもうまい棒だから。ケチられてるわね。でもこのコース地味に進むのが大変だぜ。わかった、今度からおやつは別の駄菓子にしてやろう。結局また駄菓子なのかよ。おい、チョコパイにしろ。ちょっと買ってくるわ。あ、逃げやがった。で、またヨッシーのコースか。ヨッシーは持ち上げてやらないと攻略がきついわよ。今回ばかりはしょうがない。あ、来たでって言うね。スピンをして僕の背中に乗ってチョコパイを渡しな。何この的確なアドバイスと的確な要求。あ、チョコパイなんか売り切れてた。じゃあパイのみ。それもなかったなぁ。じゃがりこ。も、なかったなぁ。買ってこい。ヨッシー来い。あのクッパも恐れるマリオが。ヨッシーがいないとこれはクリアできないもんね。ヨッシーさん買ってきました。よろしい。うまい棒の限定味。もう一度買ってこい。今度こそチョコパイ買ってきました。よろしい。じゃあそろそろクリアするぞ。ようやくクリアかよ。もっと早くマリオがチョコパイ買ってくればよかったのよ。こんな得体の知れない緑の化け物のために。冗談です、すいませーん。お次は謎現象が起こるコースみたいだぜ。謎現象？もうちょっとやそっとじゃ驚かないわよ。あ、ドッスンが心地よい眠りについているよ。これは普通に突っ込んだらまず間違いなくクリアできないよな。この扉で。ドッスンどこ行った？消えちまったぜ。ブロックもさっきコイン取って同じ形になってるから、移動はしていないはずなのに。これは本当に謎現象だね。きっと僕を見て逃げていったんだよ。それはないどん。どこで喋ってんだ。いろいろな謎現象を見てきて慣れているつもりだけど、これはびっくりしたわね。続いては視聴者さん制作のこちらのコース。どんな仕掛けのコースなんだろうね。視聴者さーん、俺様を使ってくれてありがとう。すげえ楽しそう。どうだマリオ、俺様たちと一緒に踊らないか。僕がその中に入ってスターを取って暴れてもいいの。やっぱ踊るな。ちょっとクッパ様重たいんですから、そんなに飛ばれたら。そうですよ、反動が半端じゃないんです。そんなこと言ってもよー、楽しいんだもん。あ、楽しかった。ひーよーじゃねー。でも久しぶりにあんな楽しそうなクッパ様を見られてよかったよ。わざわざ作ってくださりありがとうございました。今回最後のコースはこちら。この曲って不気味でいつ聴いてもゾクッとするぜ。霊夢の顔クッソ腹立ったし、最後ので怖さがどっか行ったぜ。それはよかった。よくないでしょ。バグじゃないけどバグみたいになる。それって謎だよな。トゲネットの下なんて普通当たったら。おはようマリオ、今日はいい天気だね。ちょっと来ないでよ。え、いいの、ググるよ。大丈夫だ、いけ。今のは放送事故よ。もう一回。勢いよくスライディングだ。やっくー。最初に事故らなければすごかったな。マリオが僕たちのトゲをすり抜けた。あんたたちのトゲをすり抜けるなんて朝飯前よ。いや、朝ごはんは先に食べたいなぁ。おい何マジで答えてんだよ、そういう例えだよ。てか一匹いなくなってんじゃねえか。あいつなら、
朝ごはん食べたくなったみたいで行っちゃった。何してんだよ。なんか私も食べたくなってきちゃったよ。ダメだダメだー。だいたい霊夢が朝飯って言ったから。でお前何食おうとしてんだよ。しかも卵かけご飯かよ。美味しいよ。食べる。食べねえよ。最強のボス。え、最強のボスってクッパじゃないの？まあ実際のとこはクッパだけどこれは違うのか？お、なんかすごい緊迫感があるね。そりゃ最強のボスだもの。自称最強のクッパでもこんなに緊迫した感じじゃないよ。クッパを上回るほどの緊迫感かよ。一体どんな敵が出てくるんだろう。きっと大したことないわよ。顔真っ青になってるぜ。僕もなんだか緊張してきちゃったよ。来るぜ来るぜ。皆さん覚悟はいいですか？もちろんよ。かかってきなさい。それでは行きます。え、ウェルカーム。お前かーい。オイラが最強のボスだ。しまった。あんな小物にわざわざ斧を使ってしまった。騙されたぜ。お次は外国の方制作のコース。もう何が出てくるかわかるんだけど。上に参ります。私たちは決して何も見ていない。そうよ。何もなかったわ何も。さあとっととゴールしちまおうぜ。待てー。うわなんか変なのが降りてきた。俺様をする。つまり無視するなんてお前らひどすぎるぜ。なんで言い換えたんだよ。言い換えなくていいわ。クッパ、かまってちゃんなの？かまってかまってかまって。かまとかまと。こいつはもうダメだ。みんなそう思ってるよ。ってことでゴールしましょ。あれ、あいつどこ行ったんだ。確かに上に行ったはずだけど。とわっはははは、俺様はここ。今度はお仕置きかよ。でもそれが楽しいみたいだから。ド変態だな。よう、ド変態。わあ、誰だド変態だー。今回の俺様はなんと3体、豪華だろう。うわあ、なんだこれ全自動か。まさかのクッパ専用全自動。クッパよかったね。これなら早く動けるよ。わいわい。ってなるかー。だいたいなんだこの全自動跳ねてるだけじゃねえか。それにメットが俺様の尾形に当たるんだよ尾形にな。尾形ってこの顔が。ああ、その写真どこから出してきた。マリオがすぐそこにいるのにここから抜け出せないとは、いて。まあ、また遊びに来てあげるよ。おい、まさか俺様たちを8000ポイントに換算しようと。ではまた会おう。待てー、サイン色紙や。ちょっとクッパ様のサイン色紙欲しかったかも。生写真付きでね、それもアイドルじゃねえか。今度はマリオの全自動コースです。このいろいろな組み合わせの全自動はマジですげえよな。ケケケマリオいらっしゃい。うわぁ、大量のテレサ。今回僕たち大量に出てくるよー。毎回当たりそうで当たらないギリギリを進むんだよな。絶対にマリオに触ってやるー。じゃあもし僕に触ることができたら主人公の座を君に渡すよ。ええー、そんなこと言っていいの？もちろんさ、絶対僕には触れないからね。絶対触って僕が主人公になるぞ。ひぃー、何この生き地獄みたいなの。これ触られてるでしょ？うん、確かに重なってるんだけど判定が追いついていないみたい。判定が追いつかないほどの速さですり抜けてるのか。くぅ、もう少しなのに。いやあ、何このお化け地獄。これはさっきと違ってテレサがあらかじめセッティングされているんだぜ。その間をマリオさんはいとも簡単にすり抜けている。まあ僕もただまっすぐ走っているだけでコースが勝手にやってくれているんだけどね。めたい。どうして僕たちこんなに大量にいるのに触ることができないんだ。テレサからしたらものすごくもどかしいわよね。触りたいのに触れない。触りたくないのに触っちゃう。世界は残酷だー。触れー。このコース随分と長い全自動だね。ああ、こんだけ長い全自動作るのに大体どれくらいの時間がかかるんだろうな。私だったら1ヶ月以上はかかると思う。10年の間違いよ。かかりすぎだろ。ちょ、マリオ、疲れないの？テレサヘトヘトじゃねえか。僕は別に疲れないよ。あ、結局テレサは一度も触れなかったね。これだけ長距離の全自動初めてやったけど圧巻だったな。うんうん、テレサはかわいそうだけど。あ、安心してください。履いてませんよってギャグあったよね。それじゃあただの露出狂だろ。あなたのゲームは壊れていませんだって。もうこの時点で壊れてんじゃねえか。え、これどうやってクリアすればいいんだろう。普通にやったら絶対にたどり着けないよね。これは特殊な方法でクリアするんだろうな。あ、僕は勝っちゃったよ。ここから抜ければ。もうこいつ人間じゃないわ。砲台すらすり抜ける程度の能力を持っているからね。なんでもありじゃねえかよ。ふう、これでドア入ったらゴールできるね。私のゲームは壊れていなかったけど。マリオさんがぶっ壊れていました。それもそれで大問題だぜ。続いてはみんな大好きアニソンメドレー。みんなが知っている曲だよ。いつも一曲だけだからなんか新鮮だぜ。それでは皆さんよく聴いていてくださいね。何の曲があるんだろう。いつまで嫌がんだ帰れ。ポケモンマスターになってやるぜ。よ、底辺トレーナー。
曲の再現度は本当にすごいけど、なんだあの途中で入ってくる奴ら。あれは盛り上げ役だから気にしないでね。おお、すげえ、最後まですごいぜ。細かい音まで再現していてすごいの一言ね。これって音符ブロックを置く位置で音域が変わるんだけど、こんなに細かく演奏できるってびっくりだよね。これからもいろいろな曲を聴いてみたいぜ。続いてはこちらのコース。言い換えると絶対にクッパを8000ポイントにしちゃうコースってわけね。じゃあマジもポイントもしないで。ごめんクッパ、僕だってゴールしたくないのに勝手にゴールしちゃうんだよ。その割には嬉しそうに帰って行ったけどな。それでは今回最後のコースです。クッパの1秒カメラ、速攻でやられるのね。早くね。そもそもあいつなんでやられたんだ。きっと閉じ込められているところがあまりに狭くて、耐えられずに外に出てきたんだろうね。今のはお腹が減ったから出て行ったんだよ。なわけねえだろう。二度あることは三度ある。まさか。なんでクッパもよく原因がわかってないじゃん。まあ一秒でもカメラに映れたんだからいいでしょ。言っておくけど今回僕何もしてないからね。クッパ様の一人芝居だったね。ちょっとマリサ、レンガの上でヒップドロップしてよ。尾てい骨損傷するだろうが。よーマリオ、俺の上でヒップドロップしてみろよ。よいしょ。うわーマリオがー。全然痛くねー。無理すんなよ、めちゃくちゃ震えてんじゃねーか。思いっきりこれでもかってくらいの尻もちつくとものすごく痛いよね。うん、痛い。へっへっへ、クッパ様やってやりましたよ。なに、クッパの命令だったの。その通り、直々に命じられたんだぜ。あの野郎、これ以上の痛みを味わわせてやる。これは今日も荒れそうな予感だぜ。なんでドッスン上行かないの？ってことは元いたところに戻らないのかな？それは思春期だからよ。絶対違うな。マリー。タッ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 タ。本日のクソつまらなかったでしょうに決定だね。マリー。皆さん、今日もクッパ様は元気です。ドッスンこの野郎、クッパ様なんか言ったかどん。マリオさんさっきはすいませんでしたー。僕が直接手を下さなくてもドッスンがやってくれたよ。クッパの方ばっか見ちゃってドッスンが上に行かないっての忘れてたぜ。バネの圧縮で超スピードが出るのは皆さん知っていると思いますが、これはどうでしょう。ドッスンが速く動くイメージが全くないよ。お客さんどちらまで？はや、クッパ城かな。ひー、まだ倒し足りないみたい。あそこは物騒だから気をつけてくださいね。回転寿司屋のレールの新幹線思い出したわ。ドッスンシリーズ第3弾。今回はドッスンをしてくるな。ドッスンの上でスピンしたらクッパになるとかでしょ。ならねえよ。それでは皆さん行きますよ。動きキモー。なんだこれ、マリオ頭強打しすぎだろ。分身しているみたいに見えるよ。マリオさん大丈夫でした。ここはどこ？あれ僕は。うわぁ、さっきの衝撃で記憶が。お次のコースはなんとクッパ様専用の全自動です。制作者さんも作るの大変だっただろうな。マリオ、見てくれよ。俺様の全自動だぜ。へぇ、よかったね。おいこらもうちょっといい反応してくれよ。ひだだだだ。クッパかわいそうに、頭を打ったらもっとおバカに。もっとってなんだよ、もともと俺様は天才だ。わらわら。ここ笑うとこじゃねえよ。マリオ、早くこっち来い。なんかブラックパックンがあるからこれ積んじゃったみたい。何やってんだよまったく。それじゃあ俺様は進めねえじゃねえかとわぁ。進んでるじゃん。とうとう画面の端に消えたか。やり直せー。クッパがうるさいからやり直したよ。結局やり直さなかったらゴールできなかっただろうが。でクッパ様ちょっと静かにしてくださいよ。僕たち重たいあなたの振動を直に受け止めてるんですから。それはすまなかったな。部下には頭が上がらないんだな。なんて、こっちが聞きてくらいだ。やかましいわ。今回のクッパはよく動くわねー。うるさいから止まってなさい。全自動なんだよ、勝手に動いちまうんだよ。クッパを置いてくよ。あ、待てマリオ。前回やったコースもクッパの全自動だったけど、こっちの全自動の方が長いね。初めてだよな。じゃあドッスンを言うな。湯加減は最高。クッパも随分と入り慣れたもんよ。時々戻ってくるからね。おい、そんなこと言ってると呼んだ。いや呼んでねえ。あいつマグマ遊泳いつからできるようになったんだ。マグマに落としても意味ねえよな。何があっても歩き続けるのよ。これまた心臓に悪そうなコースだろ。
度胸試しだ。うわあ、やっぱ帰っていいですか。ダメに決まってるだろ、最後までやれ。ちょっと何よこのファイアバー。いやあ、熱い熱い。まったく熱くないよ。ここは北極かな。それは盛りすぎだろ。うわあ、これもろ当たってるじゃない。マリオ丸焦げよ。それが当たってないというね。ドアに入るとマリオのハゲ頭が光り輝く。あれ、マリオって髪の毛なかったっけ？うん、ないんじゃない？あるわ、わさーって生えてるわ。じゃあ光ることなんてないじゃない？あ、わらわら。え、なに、どうなってるのこれ？ちょ、マリオさんめちゃくちゃ光ってる。はぁ、光ってる。何が？わらわら。おい、それ狙ってるだろ？いやいやいや、なんのこと。マリオさん知らない方がいいよ。あ、マリオの頭ハゲ頭みたいになってやがるぜ、わらわら。なんだってー。うわぁ、ものすごい殺気、逃げろー。お前らまとめてやっくーの系だー。うわぁ。お次はみんな知ってる名探偵バーローのテーマ。よ、眠りのみー、こいつただ寝てるだけじゃねえか。犯人は、私だー。自供したぞこいつ。あ、連れて行かれた。私は巫女探偵、ハクレイレイム。幼馴染で同級生のキリサメマリサと遊園地へ遊びに行って黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した。終わり、終わりかよ、体は縮まねえのか。ただの自己紹介と思い出語っただけだよ。とんだバーローだぜ。お後がよろしいようで。お次は逆走してしかもバックダッシュをする全自動です。逆走にバックダッシュ。しかも全自動でしょ、本当にそんなことができるの。ケケケマリオまたあったな。僕たち全自動でおなじみの、テレサ隊だ。あーお腹すいた。聞いてない。お前らも大変だよな。何度もマリオを触ろうとしているけど全く触れてねえもんな。あ、でもウプ主が操作ミスった時は触れるよ。やめてー、触らないでー。まだ逆走しないね。ようマリオ、元気か。じゃあな。え、ちょっと早っ。おお、バックダッシュしてるぜ。しかも進む方向と逆を走っているよ。押しているボタンさっきと一緒なのに不思議だよね。今の僕はこんな危険なところをバックダッシュして進めるんだ。さすがウプ主が操作してないから華麗な立ち回りだぜ。いやいやいや、何を言いますか。私が操作している方が華麗でしょ。ウプ主、それは絶対にないから安心しなさい。安心できないよ。これまた随分と長い間バックダッシュできるな。マリオ。じゃあな。あ、ちょだから早すぎだって。おいこらまでいろいろ話がしたいじゃねえか。お願いだから話しよう。あいつきっと話し相手がいねえんだろうな。今度パウでも持って話聞きに行ってやるか。倒す気満々じゃない。続いてのコースはマリオさん今どうやったのシリーズです。多分マリオ自身もどうやったのか分かってないと思うぜ。これは P スイッチを取ると思うんだけど普通なら無理だよね。今吸い寄せたよね。ちょっとマリオこれは一体どういうことなのよ。どういうことだろうね。やっぱり自分でも原理分かってねえ。だけどただ一つ言えることは、マリオはすげえってことだよね。そうだな、それは言えるぜ。頭光ったり人間ではないわね。マリオさん今どうやったのシリーズ第2弾。もうマリオさんはいろいろ企画外だから、今度はファイアフラワーを取るんだな。でもパウがあって取れないよ。大丈夫、この僕のよくわからないけど取れる能力を使えば。どうやったの？僕も原理はわからないけど、才能、かなぁ。そんな才能ねえよ。マリオさんの謎は深まるばかりです。今回最後のコースは視聴者さんが作ってくださったコースです。クッパダンスだってよ。のこのこくん、待ってー。ちょっとクッパ様マジでやめてください。僕帰りますから。ああ、そんなこと言わずにさ、話そうよ。何やってんだお前。マリオ。クッパは話し相手が欲しいんだよ。いくら欲しかったって普通こんな跳ねねえよ。もうマリオでいいや、俺様の話聞いてくれよ。いくらで？払わねえよ、なんでお前そんなゲスいんだ。ジュニアが最近思春期で俺様と目も合わせてくれねえんだよ。それジュニアが生まれた時からだよ。俺様嫌われすぎだろー。おもうちょっと父親らしくしなさいよ。そうだね、ふざけすぎてる。お父親ってのをもっと学習した方がいいな。うん、わかったぞ、アドバイス感謝する。ってことで帰ります。振り下ろしたらダメだろうが。まあ熱い湯に浸かっていろいろ考えな。あれ、クッパが降りてこねえぞ。お帰ろう。リアルファイアーフォール？どんなコースなんだ？多分ドッカーンってコースだよ。え、何が起こった？速攻でガメオベラになってんじゃない？で起きなんてもんじゃないよこれ。何のボタンも押せねえ。あ、おいウプ主どうやったんだよ。へっへっへっへ、どうやったでしょうか。上ボタン長押しだよ。なるほどなー。ちょマリオさんネタバレ。フラワーの下に行くとマリオの顔が、ルイージになる。大して変わんねえよ。顔が変わるのはさすがにないだろ。それじゃあマリオさんお願いします。うわ、マリオの顔から炭酸が溢れてきた。めちゃくちゃシュワシュワしてんな。
シュワシュワー、あれ、なんか甘い味がしてきたぞ。味なんてしねえだろ。ちょっとマリオ、一回座ってみて。一気に炭酸が抜けたわ。そしてまた炭酸が復活したわ。そもそも炭酸じゃねえよ。これってネットかぶってるけど、頭にものすごい振動が伝わっているよね。ってことはまさか、ここはどこ？あれ、僕は毎回この手のもんで記憶飛んでんじゃねえか。竹取師匠、かぐー。なんだ、なんか飛んでいったわね。お、これは難しそうなコースの雰囲気だ。お前難しいコース全然やらねえよな。マリサ、やらないんじゃなくてできないのよ。えっへん、その通りである。怒れることじゃねえよ。でも今回はなんとかやってなんとかクリアしてやる。ものすごく不安だわ。このコースコインが多いね。えへへ、コインは全部私のもの用コインちゃーん。えへへ、ドッスン、霊夢の目を覚ましてやってくれ。女流血型になるわよ。マリオー。やあドッスン、僕に何か用かい？ドッスンじゃなくて俺様が呼んだんだよ。クッパ、話したいことがあるなら手短にね。5分経過するたびに料金が発生するから。お前と話するのに金かかるのかよ。うん、5分で5000円。ぼったくりなんてもんじゃねえ。今回の俺様は高く飛べるんだぜ。それならマグマに落下する恐れはないわね。いやそれは、その羽がついてたってクッパは落ちるよ。なんでお前がネタバラシするんだよ。クッパ様もうちょっと左に来るどん。嫌だわ、マグマの前にお前にやられる。くっそー、マリオまで届きそうで届かん。ドラ羽意味なくね。ですね。いやいやそんなことはない。行くぞマリオ。やっぱこれ羽意味ないわ。でもかなり惜しいところまでは行ってたぜ。もう少し頑張りましょう。はい、頑張ります。今日もちょうどいい温度ですなぁ。クッパマグマに慣れちゃってるよ。みんなもどう？昨日唐揚げくんのホイミ味食べたよ。味はやっぱりホイミだった。そもそも呪文に味があるのかよ。うん、美味しかったし、お会計の時にレベルアップ効果音がレジから鳴ってびっくりしたよ。面白い仕様だけどどう反応していいか困るな。よっしゃー、レベルアップだー。って言えば、店員さんが困るわ。あ、ちなみに味はガーリックマヨネーズでした。0.1 ってなんだよ。なんか唐揚げくんの話聞いたらお腹減ってきちゃったよ。ちょっとホイミ味買ってくるわ。私の分も頼む。皆さんもぜひ一度ご賞味あれ。マリオを処理落ちさせてみたってコースをやってみるよ。やっぱりすげえ重くなんのか。ウェルカムマリオ。うわー、動きがめちゃくちゃ重い。いつも通りボタンを押しているのに、まるで水中にいるみたいですごく遅いよ。スローで遊んでいるみたいだぜ。ちょっとあんたたちなんでこんなにいるのよ。なんかクッパ様がここにいれば面白いことを起こせるからって。あいつ何言ってんだよ。それにしても動きがゆっくりすぎてタイミングが難しいよ。あ、一斉に消滅したからようやく軽くなった。クッパ覚えてろよ。ひー、どうなっても知らない。マリオが変な挙動をする？どんな動きをするんだろうな。きっとクッパダンスでもするんだろうよ。それそれ。絶対それはしないだろ。左の壁ってどこなんだろう。この下にあるんじゃないかな。なんかその前にスライディングできるか不安になってきた。そっからちょっと奥主壁との間に穴が開いてるけど大丈夫。まあこれくらいならなんとかなりますよ。なんとかそう言って成功した試しがないんだけど。ほらな。おい奥主、これ何回目だ。20回以上かな。奥主、早く成功させなさい。ちょっと霊夢寝ないでよ。よっしゃ、今度こそ。マリオさんがとうとうぶっ壊れた。お次はリアルガノンドロフさんの全自動コース。ガノンにそっくりだな。そうかな。お前じゃねえよ。なんといってもこのコース、ガノンドロフが考えたマリオ最強の必殺技だからね。想像できねえ。クッパ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 、クッパの時代は終わった。これからはマリオだー。お前いいやつじゃねえか。全く関係ないけどガノンさんはホイミ味食べました。本当に関係ねえな。あれ、財布盗まれて買えなかったでソロー。何してんだよ。リンクに奢ってもらうからいいや。あんたもクッパみたいね。ちょっと、ガノンさん必殺技ってまだ。目を閉じ念じるんだ。
さすればマリオが最強の必殺技を発動している姿が想像できよう。おいこいつ騙そうとしてやがるぜ。あ、逃げやがった。このガノンさんが作ったコースさ、思うようにゴールに向かってくれなくてすごくもどかしいんだけど。あいつはきっとじれったいタイプのやつなのよ。でもこの全自動もかなり長いし、これだけ計算し尽くされてるってすげえな。うわぁ、このトゲブロックのところでもうダメだと思ったら、ちゃんと甲羅が飛んできて進めるようになったよ。どう？我すごい、我すごいっしょ。お前じゃなくて制作者さんがすごいわ。ここからがすごいからしっかり見ているがよい。やっくー、コインだー。全部取りたーい。全部取りたいってこんな大量のしかも全自動で、取れるわけないだろ。確かに、全部は厳しいかもしれないね。おいでもちょっと待てよ、確実に数が減ってるぜ。ふっはっはっは、どうだ、驚いただろ。これぞ究極の技、ガノンがマリオにコイン取らせてあげる、だ。お出口はそちらになります。おいこら我を帰らせようとしよって。流れに逆らってゆっくり甲羅で進んでるよ。流れに逆らって進むってすげえな。はっはっはっは、どうだ、これぞ第二の究極技。逆だ逆。ガノンがマリオに逆走させてあげる、だ。お出口はこちらですよ。リンク、代わりに倒しておいたぜ。これでハイラルは平和だよ。続いてのコースはこちら。あいつとうとう足から煙出せるようになったのか。クッパ様は特技をたくさん持っているからね。うおー、なんで俺様こんなに走ってんだ。誰か止めてくれー。いやークッパ、楽しそうだね。これのどこが楽しそうに見えるんだよ。ふざけた顔。元からだわ。もしかしたらこれですごい痩せるかもよ。おお、ダイエットか。よし、これで痩せてモテモテになってやるぜ。まあ、頑張れよ。お前完全にバカにしてるだろ。おお、あれ、なんか足が熱くなってきたぞ。摩擦熱じゃねえか。それってやばくね、燃えるよね、ねえ。それは大変だ、熱を冷まさないと。おお、マリオお前優しいな。クッパ今待っててね、今斧を下ろして冷ましてあげるから。それじゃあマグマに落ちちまうじゃねえか。ドアー。あ、こっちの方がぬるいかも。今度マグマの温度もっと上げておきましょ。そうしよう。お前ら鬼か。スターを取りながらやられちゃうなんてそんなことできるの？普通だったらなかなかできないことだよね。扉に入ったら動くなってよ。了解、マリオさんちょっとお願いします。スターを取るときにやられるとヒーという。これ実験だったの？いやいや霊夢博士よ、ヒーなんてたまたまなんじゃないか。よかろう、もう一度やろう。マリオくん頼んだよ。さあどうか。へーじゃないか。へーだったー。どっちでもいいわ。さっきから散々僕で実験してくれたね。いやいやそんな実験だなんて。失礼します。あ、あのインチキ博士逃げやがった。こそこそ。あーこいつも。二人とも後で覚えておくように。逃げちゃダメだ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 。思いっきり逃げてんじゃねえか。なんだこの兵器みたいなのは。あー、それば。えば。クッパたちを踏みつけろ。了解。喋った？かかってこいえば。じゃあ、えば半端ねえ。あ、兄弟、すんませんやっぱかかってこないでー。無理です。みさとさーん。どうだ、これがエヴァの力だ。正直ただのハイヒールだろって舐めてたけど、これはとんでもねえ兵器だぜ。しかも喋るんだよ。今度からこれを連れ回しましょ。私はここから動けないのです。それは非常に残念だ。まあ、後で僕が作ってクッパ城にでも郵送しておこう。やめろー。お次はなんとヨッシーと競争できるコースです。ヨッシーと競争ってあいつ相当早いだろ。いやいやマリオだって早いよ。多分。僕たちはいつも3時間トレーニングをしてるんだ。え、そうなの？そうって言っておけ。絶対に負けないぞ。僕だって24時間365日クッパを追いかけ回してんだ。君たちには負けないよ。勝者はマリオー。おお、ヨッシーに勝った。すごいわ、さすが年中無休でクッパを追いかけてるだけあるわね。さあクッパを追いかけに行くか。私は自分の運動神経を過信して、馬跳びで重度の捻挫をしたことがあります。俺様のジャンプは世界一。過信しすぎるのは良くないってわかったよ。ああ、今のクッパで改めてわかったぜ。クッパ、教えてくれてありがとう。クッパもたまにはいいことするね。俺様のジャンプは日本一。日本一でもダメか。せいぜい村で一番くらいだろ。村一番でもすごい方だよ。カロンを踏むとマリサが笑ってるように見える？ああ、確かに。まだ見てねえし私じゃねえよ。行くぞマリサ。けなんじゃ若造よ。確かにマリサが笑っているように見えるわ。私こんな首ガクガクさせて笑わねえよ。けちょっとおばあさん頼みたいんだけど、クッパを通常状態でも踏める魔法の靴をちょうだい。こいつら魔女に見えるだけで魔女じゃねえよ。けよカロー。いいのかよ。カメックも魔女だけどどう思ってるのかな。あのばあさん骨にしてやるわい。ライバル関係なんだね。ってことでおばあさん、靴は郵送しておいてね。何の話じゃったか忘れてる。あれ、何の靴だっけ。お前もかー。マリオさんがまた新たな特技を見つけたようです。
今度は25段ジャンプか。うぷ主よく見ておきなさい。とやすげえ。これ私だったら3段でギブだよ。そういうと思って鬼コーチレイムちゃんが、うぷ主に100段ジャンプをさせてあげよう。ひぃ。歩く、走る全自動は一般的ですが、飛ぶ全自動は知っていますか？飛ぶ全自動なんて見たことないぜ。私も見たことないわね。寝る全自動なんて飛ぶだ。この中に入ったらスタートかな。さあどんな全自動なのかしら。アイキャンフライ。飛んだ。マリオが飛んだわ。飛ぶことは珍しくねえだろ。ここからマリオがずっと飛び続けるらしいからね。どんな風に飛んでどれくらいの速さで飛ぶとか、全部細かく計算して作られててほんとすげえな。しかもマリオが下を向くと降下するから速度も変わるんだよね。この天才霊夢ちゃんも脱帽よ。そのうちずっと叫び続ける全自動とかできそうだよね。ただうるせえだけだろ。じゃあずっと踊ってる全自動、どうやって踊るんだよ。マリオが飛んでる。ごめんクッパ、たまたまパオがあったから押しちゃった。俺様にも飛び方教えてー。システム上それは無理ね。でかい。ああ、空の旅楽しかったね。また変わった全自動で遊びたいぜ。続いてのコースはこちら。クッパとトゲ迷路。方向音痴だけど頑張ります。やっぱり兵だ。いつまで実験してんだ。よし今度こそスタートだ。スターだけに。マリオ。クッパどいて急がないと切れちゃうんだ。よくも俺様のクラ。ああ、兄弟、マリオめなんてことをしやがる。ごめんよ、急いでるんだ。急いでるなら仕方ねえなぁ。うわぁ、お前マリオをすり抜けてんじゃねえか。すごいでしょ。いや、まったく。すごいってって。好きなポケモンはゲンガーです。兄弟かな、お前らそっくりだな。ケケケケケケ。そういや、シンゴさん家誰選ぶ？ニャビーかな。ウプ主が珍しく炎タイプを。キリッとした目が可愛くて。カイリキーが出番を求めてやってきたわね。カイリキーさん大活躍のこちらの動画もよろしくお願いします。ふう、すっきりしたぜ。まさかの生存者か、一体誰だろう。きっとボスらしからぬやつだろ。ハロー、では、いかだ、今回でおておくね。あれ、僕がボス。そうだよ。よしこい。クリボー。クリボー、君は一瞬だったけど立派なボスだったよ。あの立ち向かう姿勢は素晴らしかったよ。ただ相手が悪かったわ。そのマリオも沈んじまったじゃねえか。復活。本当に相手が悪かったわ。クッパジュニアを踏んで、クッパを観察してねってコースです。動物園かな？やあいマリオ、踏んだらお父さんに言いつける。お父さーん。ちょっとノリで一緒に入っちゃった。やあいマリオ、後でお父さんにボコボコにされるぞ。大丈夫、逆にお父さんをボコボコにするから。お父さん逃げてー。こいつら重たいでってよ。うわー回るー。お次はクッパ様観察コーナー、観察コーナーでございます。よくもジュニアを踏んでくれたな。俺様も踏んでみろ。助走つけて踏んでもいいぞ。何この変態。嫌だね、クッパを踏むとダメージ食らうもん。頼むマリオ、俺様を踏んでくれー。ちょっとこの変態どうするよ。スルーでお願いします。あ、また間違えて入っちゃったよ。このまま後ろに下がればマリオを倒せる。そうはさせないぞ。キノコー。仕切り直しだな。それじゃあクッパ、また来週。あ、ちょ、待てー。今日のクッパをまとめて読んだら、出落ちマグマだいぶ変態カメだね。もう変態カメでいいだろ。俺様を踏んでくれー。何やらマリオメーカーでデジモン GO ができるみたいよ。ポケモンな。私はレナモンが好きです。どういう関係だろう。まずお父さんでしょ。そしてお父さんを踏みつけるお父さんでしょ。お父さんを踏みつけるお父さん。で、お父さんを踏みつけるお父さんをさらに踏みつける子供だよ。普通の子供でいいだろ。ちょっと二人が盛り上がってる中どんどん卵が孵化してるわよ。おお、中から生まれてくるのは全部同じだがな。これは自分が一切動かなくても勝手に孵化してくれて便利だね。それに孵化時間もすごく短いわよ。僕も自動で動いてくれるから楽だよ。お前も楽してんのかよ。そうそう、この前ポケモン GO やってたらさ、フリーザー見つけちゃったよ。おいそれどこにでもいるチルノだ。
そういやポケモン GO で思い出したけどさ、今年まだ夏らしいことまだ一つもしてないんだよね。なんでポケモン GO で思い出したんだよ。夏らしいことってそもそも何よ。スキースノボー雪合戦エトセトラ。見事に冬だな。祭りとか花火とか海とかプールだろ。引きこもりには無縁だね。まずは外に出ることから始めようと思います。そうだな、そこからだ。華麗にクッパを片付ける必殺技があるようです。今までいろいろな方法で片付けてきたけど、これは初めてかもね。クッパはすぐに散らかるから困ったものだよ。あいつはおもちゃか。この装置に乗れば華麗に片付けてくれるの。そうよ、この一見ただの移動する乗り物が実はすごいんだ。おーおー、ボム兵が次々に巻き込まれていくぜ。うわあ、何をするんだマリオ。何をしているんだろう僕。こいつもわかってないぜ。どんどんボム兵を巻き込んでいくわよ。もう巻き込みすぎて回ってるよ。まったくこんなことしてどうしようって言うんだ。そろそろです。うわあ、綺麗に片付いた。あれだけのボム兵に押されたらいくらクッパでもなー。今度から大量のボム兵を使って片付けよう。お次はなんと動く紙芝居です。動く紙芝居、マリオメーカーでか。それではかぐや姫の始まり始まり。ねんねーしーな。これはおよそ1億9960万年前のお話です。ジュラ紀の話じゃねえか。何のお話なんだろう。かぐや姫って書いてあるだろうが。かぐや姫かー。昔々あるところに今にも倒れそうなおじいさんとおばあさんがおりました。ああ、骨になってやがる。光る竹発見。おじいさんは宝くじに当たったがごとくそう言いました。こんなじいさんいや。割っていいよね、割っちゃうよ。と、独り言をブツブツと言い、光る竹を割ると、中からそれはそれはごく普通のノコノコが出てきました、よ。なんか割って損した気分ね。なんだ、いらね。おじいさんこら。私の名前はかぐや姫。自分から名乗っていくスタイルです。そしておじいさんは仕方なく自称かぐや姫を家に連れて帰りました。おいばあさん、かぐや姫持ってきたぞ。なんだいそれ、食いもんかい。かぐや姫は食料じゃねえよ。おばあさんは温かくかぐや姫を迎えました。食料として。かぐや姫はおじいさんとおばあさんに感謝の気持ちとして4000万の新築庭付き1戸建てをプレゼントしました。なかなかの家じゃない。金じゃ金じゃー。家じゃ家じゃー。二人はそれはそれは喜びました。かぐや姫はあっという間に美しいノコノコへ成長しました。特に変わってないわよ。結婚してくれー。こっち向いてー。ではアイテム持ってきたら考えてやるよ。そうかぐや姫は男たちに言いつけました。これだけ聞けばクッソ性格悪い女だぜ。やがてかぐや姫は十五夜が近づくと泣きながら月を見つめていました。シクシク。大変じゃばあさん、かぐや姫が月に帰ってしまうぞ。なんでじいさん知ってんだよ。じいさんにネタバレされた。シクシク。そうこうしているうちに十五夜が来てしまいました。おお、かわいいかぐや姫や。おじいさんおばあさんは確かなしいわ。わしらももう光る竹が手に入らなくなると思うと。このじいさんどついていいか。帰るべ、月に帰るべ。とうとう月の使者がかぐや姫を迎えに来ました。月の使者からかぐや姫を守ろうとしましたが、なんかよくわからない力でみんなまともに動けなくなってしまいました。おい、なんだこれ。酒の飲みすぎかのう。月の使者関係ねえじゃねえか。かぐや姫は必死で抵抗しましたが、月の使者の圧力によって。圧力に負けたのか。かぐや姫は月に帰ることになりました。おじいさん、おばあさん、今までありがとう、さようなら。待ってくれかぐや姫。腹減った、月、帰る。こうしてかぐや姫は月へと帰ってしまうのでした。なるほど、腹が減ったから帰ったのね。ずるいよ。信じるか信じないか、あなた次第ということでおしまいです。こんなめちゃくちゃなかぐや姫信じねえ。